構造型ですね。そういうフレームワークになります。で、とちょっと説明を見ていきますけれども、と一としてまず株式はコールオプションとみなせるというふうにこう考えられるわけですね。で、どういうことかというと。 まあ企業が生産する際に企業の資産に対して最初の請求権を持つのは債権者であって債権者に対する負債を返済した後に資産が残っていた場合に株主に残りが分配されるということ、まあ、残余請求権であるということですけれどもまたですね、まあ、そういったことをまず一つ押さえておくとで一方で株主というのは企業の負債に対して有限責任で株式価値が、まあ、あの最低限ゼロになるだけでそれ以上の責任は債務の返済に対しては負わないということがあります。 でそのことを踏まえますと次のページになりますけれども図の18.2というのがありましてこれ横軸にです、ね、企業の、えー、財産の価値ですね満期あ1年後と書いてありますが満期における財産の価値、えー、将来時点ですねででそれを取って縦軸に株式の価値を取ると負債の額面を超えたところで、えー、と企業の企業負債価値が負債の額面を超えるとです、ね、それは株主の価値として出てくるわけですね。 負債を返済し終わった残りの分が株主の価値になるのであの負債の価値を企業資産価値を超えると初めてこう出てくるわけで,でそれより前というのは、まあ、これはあの負債の返済に全て当てられるわけなんですけれどもその間はです、ね、あの株主の価値は出ないので、まあ、ゼロであるということです、まあ、でこの状態が実はデフォルトで企業資産価値が負債額面に到達していない水準になっているのでここはあのデフォルト状態なんですけれども、まあ、こういったふうに形で,です、ね、株式の価値というのは書かれると。 でこの形というのはまさにあのコールオプションの、えー、とペイオフと一緒であるという話です。で式で書くと、えー、将来時点 t における、えー、株式の価値というのは MAX の AT-DTAT AT が企業価値 DT というのは負債価値だったで、えー、とゼロとの代償を向けた大きい方を取るという形になるということになります。なのでこれコールのキャッシュペイオフなので、えー コールのプライシングが使えるとコールオプションのプライシングの使用が使えるでしょうと株式価値の評価が使えるでしょうという話になります。で負債の今、あの株式の方を見ましたけれども、負債の方はどうかというのは、丸2番で見ていまして、これ、プットオプションとしての負債とか負債の方はプットと見れるということですで。次のページに行きまして、同じような図を見てみます。横軸に企業資産価値を取って、縦軸に負債価値を取ると。 で企業資産価値がこう増えてくるとその分がまずは負債の返済に当てられますね負債の価値がこう増えてくるとでここので一旦頭打ちになりますけれどもこれは負債の額面分返済してここがマックスになると負債の額面を超えて出てくる企業資産価値は何になるかというとそれは株主の所有のものになりますので負債、まあの方にはまあ影響しないわけですね負債の方はまあ額面が返されたらそれ以上はいかないわけなのでここで頭打ちになるということになるわけ。です でデフォルト状態は返されるべき副債の額面よりも企業資産価値が足りなくてです、ね、これの分しか返済されない分こ,この縦,縦の,この幅が損失ですけれども、まあ、この状態がデフォルト状態ということになりますでこのグラフを見てみるとこれはプットオプションの売りのポジションに似ているとで、まあ、あのプットオプションの売りだとこれあの下に下がもっとあの軸のところ下に下がってくるんですけれども上に上がってますので、まあ、上に平行移動してい であの額面 DT 分の割引債の買いポジションを組み合わせてこう上にプットのキャッシュフローを上げたというふうな状態になっているということになるわけです。できるというわけですでコールであったりプットであったりそういったオプションの価格評価の方法が株式価値であったり負債価値の評価に使えるということを今見たわけですけれども。 じゃあ,あのプットであったりコールの価,値価格評価の方法として何があったかというと、まあ、ブラック・ショールズの公式があったということですね。でえブラック・ショールズの公式ですけれどもテキストでは、えー、と少し前の方にありまして184ページに書いてありますけれどもこれブラック・ショールズモデルというふうにあると。 ここ C って書いてあるのはコールの価格ですけれども、まあ、正規分布の、N、ND っていうのは正規分布ですね ND なんとかっていうのは正規分布ですけども、まあ、そういったものを使ってこう表現できるということです。まあ、D っていうのはちょっとこう複雑な式になってます。これはあの次に説明します。でこうやってあのコールの価格が出るというふうな形で見ていたわけですね。でこれを使うというわけです。で、えー、と同じあの、えー、計算式になりまして。 株式の価値というのはこのような形でかけたりあるいは負債価値というのは割引債の価格の方でそこからです、ね、プットの価格を引くというふうな形でこう表現できるというふうなことになるわけです、ね。でこの中でですね、えっと、ちょっと注目したいのはこ,こ D2 とかっていうものがですね、えっと、出てくるわけですね。D1 とか D2 とかってそういったものが出てくるわけです、ね。 でえーとですね、次の項目としてテキストで紹介しているのはこのデフォルト距離というもので D2 のことをデフォルト距離と呼ぶということが指摘されているわけです。D2 って、えーまあ、どういうものかというと式で書くとこのような、まあ、式になりますけれども、えー、下にです、ね、ちょっと細かく書いてありましてこの部分とこの部分が実は将来の資産の価値だと。 将来の資産の価値のののになっていてていここの部分がが負債出てきますからマイナスの負債の価値みたいなそういう式になっていて資産企業資産価値がどのくらい負債の価値かあのデフォルト水準に近いかと,ということをまで測っているとただその近さっていうのはどのくらいですねあの企業資産価値が変動しうるかによって変わる、ね、あの非常に企業資産価値が変動する場合にはあの この距離が遠くてもすぐデフォルトにしてしヒットしてしまったりしますのでそのあたり調整するのに分母であの資産価値の標準偏差変動の標準偏差でこう割っているということになります。でそれはまあ、まあ、あの同じように書いてるんですけれども下のところですね将来の企業資産価値のログの期待値から将来の負債価値のログを取って差分引いて距離を測ると。 でそれをですね企業資産価値の変動で割ってあげてどのくらいデフォルトに今近い状態にあるかということをまあ表現しているというふうなものです。なるわけですでこの様子をまあ模式的に描いた絵がですね次のページに書いてありましてこの下の絵ですけれどもこれ222ページですかね。えー、これあの企業資産価値はですねこれ横軸時間です。時間ゼロから始まってこう動くわけですねいいろいろ えー、業績とかどういう利益を上げたかによってこうああの上がって下がったりするわけですね。あの利益があのバランシート上でこう上がったり下がったりするという感じですけれどもで、えー、とそれで上がってたり下がったりすると。で、えー、この上がったり下がったりするんだけれどもどの水準にこの、えー、と落ちてくると倒産してしまうかっていうと企業資産価値が え払うべきだから負債の価値があってこの水準にぶつかってしまうとですねこれは倒産だという状況になる。でそこまでどのくらい今余地があるかなっていうのを測った、えー、ここ今ある例えば現時点で A0 とこにいたときにこのどのくらい将来時点を見時にいたきに余裕があるかどうかっていうことを期待値で測っているというのがデフォルト利だったというふうなわけであります。 これあのギターギター書いてありますけれどももともとはですね「えー、とキカブラウンドっていうもので書かれていて、えー、あのロバート・マートンっていうノーベル経済学賞を取った経済学者ですけれどもその人が、えー、と提唱したというふうなモデルになっているとこの、えー、企業資産価値の動きをキカブラウンドというふうな数式で表してでこの負債の動きの方をこれまあ定数で置いてですね距離を測って。 1970年代にそういったモデルを提唱して社債の価格評価をそのもとでどうしたらいいかということを論じたというふうなものが発端になっています。で現在でも金融実務で、まあ、あの参考にされるようなモデルになっていてあのムーディーズ KMV というモデルであったり実際商用のモデルでそういったとここういうアイデアが使われていてまずディスタンスというデフォルトあすいませんデフォルト距離のことですけれどもデフォルト距離なんかはですねあの財務指標とかと合わせてですね あの財務仕様ベースで、えー、企業の、えー、倒産確率などを推計するような場合にその入力として使われたりとか、まああのえー、と今でも有うようなアイデアとして使われているというふうなものになります。ただあの企業資産価値の動きをこう推定するというのはやはり難しくて株価、えー、マーケットで観測される株価のデータを使ってこの企業資産価値の変動とかを見に行くんですけれどもあのマーケットのノイズにいろいろ影響されるので、まあ、いかに安定的にこうモデルを運用するかというところは えーまあ、気をつけなければいけないポイントかというふうなものになっています。